質問来てた。前回の動画で序盤の水のギミックをスキップしていましたが、このギミックは動かしていると、マップの様々なところが変化します。その際に一番最初のレイブンビークと出会った場所が水没するのですが、このスキップを行うことで水没しなかった場合、ゲーム後半でマップが寒冷化、再度温暖化した場合はどうなるのでしょうか。というわけで実際に調べてみました。皆さん、こんにちは、ふたまると申します。今回は過去動画のコメント欄に来ていた水ギミックに関する質問を調査していきますが、実はこのギミックによる他のマップへの影響について、私自身あまり把握していません。当然、視聴者の方の中にも、ギミック起動によって何が起こるのか、わからんちんちんちんの方も多いと思われますので、まず前提として、あの水ギミックを作動させるとどうなるのか、最初に調べてみました。まずこの水ギミックは、最初のマップ、アルタリアにあり、動画のようにスイッチを押すことで、同じマップの床を上げることができます。床を上げるとスライディングにより、狭い道に入ることができるようになるので、本来は作動が必須のギミックとなっています。そしてこれを作動させると、先ほどの床が上がるだけでなく、レイブンビークと初めて会ったこの場所、スタート地点の背景も同時に水没します。起動済みと起動なしを並べると、わかりやすいかもしれませんが、左の画像のように水を起動すると、上から水が落ちてきているのがわかります。そして、ここから右に進んだ場所。画像の場所も最初は水がなく、普通に通れる道でしたが、水ギミックを起動した後は、このように水が張られるようになり、毛布ボールを取得するまで、通行ができなくなります。この3つが先ほどの、水ギミックを起動した際の主な変化となります。ちなみに水ギミックを抜けたすぐ後の、この場所については、背景に水が垂れ流しとなっており、いかにもギミックの影響を受けそうですが、ここに関しては水ギミックを起動した、していないに関わらず常に垂れ流しです。そのため、水が建物内に行ってしまっているのも、サムスのせいではなく、ただの建設上の設計ミスと考えられます。というかここいかにもギミックの影響を受けてそうなんですが、全く関係ないんですね。少し驚きでした。というわけで前情報の確認はこれくらいにして、本題ですが、このアルタリアというマップは、ゲーム後半になるとマップ全体が凍結します。そうなると先ほど見たこの、水が張られた場所も、画像のように凍ってしまい、通ること自体できなくなってしまいます。そのため、マップが凍った状態で、本来は、先ほどのレイブンビークと初めて会った場所、スタート地点に戻ることができませんが、水ギミックをスキップして、ここに水が張られていない状態であれば、ここが凍ることがないはずですので、この道を通ることができ、通常凍った状態ではいけない、スタート地点に戻れるのではないか。そのような検証となります。これができれば凍った状態で、道のゾーンに侵入することができ、スタート地点にあった、あの超人エレベーターが、凍ったところが見られるかもしれません。ということで早速検証してみました。まずは前回と同じく壁キックの後に、空中命令で水ギミックをスキップします。その後は通常ルート通り、ゲーム後半までこのまま進み、このマップを凍結させます。というわけで超大幅カット。はい、凍結しました。道中が長すぎるのでカットしましたが、当然ながらここまで1時間近くかかっています。そもそもこのゲームはシーケンスブレイクを使うと、アルタリアの凍結自体をスキップしてしまうので、今回久しぶりに凍結させて、逆に新鮮な気持ちでプレイしていました。この後ハイツもスルーされがちな、超人兵士を倒して、そのままレイの場所に向かいます。その前に一応確認。本来であればここに水が張られていますが、今回は序盤にギミックを起動していないので、水がないことがマップからもわかります。
それでは進んでいきます。道中からもわかるように、水が張られている場所は、普通はこのように凍ってしまい、通ることができなくなってしまいます。そして、例の場所に到着しました。ここの下が先ほどの場所で、本来は凍って通行不能となっていますが、今回ならば通れるはずです。それでは早速降りてみましょう。おお、予想通り水がないので、凍っていません。これならばこの下をくぐって、通常では行けない道のゾーンに行くことができるはずです。それでは早速向かいま。違うだろ！何やってんだ！私にもわからん。まさか、まさかの事態が発生しました。確かに水はありません、氷もありません。見てもわかるように道が空いています。ですが、なぜかサムスが、さもそこに床があるかのように、空中浮遊してしまい、これ以上先に進むことを、拒んでしまっています。何それ？意味わかんない。どうやらここは水のあるなし、氷がのあるなしに関わらず、凍結時に早かの判定となってしまい、先に進むことはできなくなっているようです。もうダメだ。おしまいだ。一応、何か抜け道がないか、動画のように必死に探してみましたが、そもそもここが床の判定になって、通常では進めないようになっているため、どれだけ頑張っても進むことはできませんでした。水がない状態で、氷ができない状態に放るのに、透明状態でもしっかりと床、判定だけは、設定してあったので、これは完全に任天堂の想定外と言える内容だと思われます。そのため、誠に残念ですが、水ギミックを起動せずにアルタリアを凍結させても、特別道のルートに行くことはできず、凍った超人族エレベーターも見ることができないという結果になりました。本当に残念ですがこれが調査結果となります。とはいえこんなシーケンスブレイクは、任天堂も想定していないはずなのに、しっかりと進行負荷対策をしているのは、さすがとも思いました。ちなみに、同じく水を張らない状態で、凍結させた場所でも、ボロエミーのすぐ左にあるこの場所では、本来氷が張られている場所に入ろうとすると、即死します。この二つの場所にどのような違いがあって、このようになるかは不明です。強いて言えばギミックの違いぐらいですが、詳しいことはわかりません。この二つの場所の違いについて、わかる方がいましたら教えていただけると嬉しいです。そして質問にもあったもう一つのこと。この状態で再温暖化させるとどうなるのか。これも本当に久しぶりに、現在は令和のスボア、スポーンと化している。実験体 Z57 号くんを倒して、調べてみました。RTA などでは見ないキャラなので、知らない方に説明すると、アルタリアが凍結した後に、戦うボスであり、こいつを倒すことで、マップの凍結状態が解除されます。初見ではそこそこ強いボスなのですが、シーケンスブレイクを乱発する、タイムアタックでは、そもそもアルタリアを凍結させないことが、多いので見る機会は、かなり少ないです。メトロイドに箱を行った、悲しい宿命を背負ったボスが多いので、たまには思い出してあげてください。それではこいつのことは置いといて、再温暖化したので、先ほどの場所がどうなってるのか見に行きましょう。はい、予想通りだと思いますが、何事もなかったかのように、水は張られておらず、ゴール前と同様に普通に通行可能となっています。スタート地点も、水浸し状態ではありません。水のギミックを起動していないので、当然といえば当然なんですけどね。ちなみにこの状態で水のギミックを起動させに行くと、通常通りここが水浸しになります。ということは結論として、やはりあの水ギミックは、起動しても起動しなくてもどっちでもいい、ということになります。なんでや！とはいえ、普通の人は、シーケンスブレイクなどしないはずなので、通常は水ギミックを起動させるのですが、タイムアタックではもうあの水ギミックを見ることはなくなるのかもしれませんね。それでは、
ここまでのご視聴ありがとうございました。最後におまけとして、通常では見ることができない、グラビティスーツのムービーを流して終了させていただきます。それは先ほどのここです。シーケンスブレイクを駆使して、ここを初めて通ると、通常ではノーマルスーツでしか、このムービーを見ることができませんが、グラビティスーツでも、エミーゾーン初侵入のムービーを見ることができます。来るタイミングを変えるとバリアスーツで、このムービーを見ることも可能です。メトロイドのシーケンスブレイクは、こういった普段見られないものが見ることができるのも魅力の一つですね。それではご視聴ありがとうございました。当チャンネルではメトロイドやポケモンなどのシーケンスブレイクバグ動画を投稿していますので、よろしければチャンネル登録または過去の動画を見ていただけると嬉しいです。それではまた。